YouTube 撮ってるフリして喋りましたね最初はやっぱりこうすぐ戻りたいって気持ちだった。いや最初はやっぱり今年ずっと試合出してもらってたんで、出たい出たいばっかでしたけど、まあ、ちょっと1ヶ月2週間ぐらい時間あって、こういろいろ考えた時に本当に保存っていいのかなっていう、もともと手術を結構最初は勧められてたなんで、今後のことも考えたらやっぱりやった方がいいのかなとか思い出して、あ、元気っすか。元気っすよ、僕は。まあ、手術が無事終わって、どんな思いですか？どんな気持ちですか？まあ、とりあえず手術が終わったんで、まあ、そのこれからですね。もう、あとは自分次第です。今は正直あんま毎日つまらないですけど、やってることは、はい、我慢の時です。ファンの方の、まあ、コメントとか、はい、見るとやっぱり早く復帰したいなっていう思いにもなりますし、やっぱりそれがすごい励みになるので、はい、やっぱそうやって待っていくくれてる人がたちがいるので、はい、そういう人たちのためにも、はい、頑張りたいなと思いますし、そういうことがあるから、はい、頑張れます。ずっとダメで終わったわけでもないですし、これだったらいけるなってっていう感覚もあったので、本当にいろんなことを経験させてもらいましたね。見てください。今までにないぐらいトレーニングもやってますし、かといってこうやりすぎたからこう可動域がとかいうのもないので、むしろ今までで一番体が動いてるぐらいとてもいい感じなので、あとは本当膝が治ってやるだけだと思います。ドラゴンズを引っ張っていってるような存在にならないといけないですし、やっぱりこう打順で中軸を、はい、打ってるようにします。必ず期待に応えないといけないと思ってますし、必ず応えます。はい。
カヤさん25慣れました。いや僕全然実感ないんだよ。分かんない。見慣れないっリハビリ組で来てるんで、やっぱりこうキャンプの情報とかを見るとやっぱりこう焦る気持ちとか、やっぱりこういろんな方からは本当焦らずやれとか言われるんですけど、やっぱり焦りますし、焦ってますし実際、はい、なんで本当にこう自分の中でやれることを、全てやって一日を終えるというのをなんていうんですかね、テーマというか、はい、にしてやってます。やっぱりあのチャタンの情報だったりっていうのはちょっと気になっちゃったりっていうのは正直、いやもちろん気になりますね、うん、本来ならそっちにいなければいけない立場だと思うので、はい、そんな中でみんなはたくさん振ってたくさん取って上手くなってるのに、やっぱりそれができないので、まあ、なんていうんですかね、情けないじゃないけど、なんか悔しいというか、そういう思いはもちろん持ってます。パッティング練習とかは感覚的にはどうなんですか、以前と比べて。まあいいと思いますね、はい、全然その悪くないし、はい、いいと思います。本当外で打てるようになったっていうのも成長だと思いますし、はい、膝を気にせずに打てるようになってるので、ああいう10分間、はい、そこはいいことですけど、はい、まあ、技術の方もしっかりと上げていきたいなと思います。キャンプそろそろ終わりますけど、ここまではどうですか。ここまでは順調だと思います。 どれぐらいまで来たら、はい、やばいですまあすごい形も安定してきましたし、はい、秋からそのやってきた右肘の使い方だったりっていうのは身についてきたかなとは思ってますけどね、はい。
嬉しかったですね。でなんか久々の試合だったんで、まあ、楽しかったです僕自身、はい、でいい緊張感で、はい、やれて、まずまた第一歩、新しい一歩を踏み出せたなっていう感じですね。新しい一歩って感じですか？そうですね、もう11ヶ月も実戦から離れてましたので、やっぱりこうまた新たなスタートみたいないう新しい気持ちでやれました。ちょうどあれですね、プロ初ホームラン打って1年ちょっとですね。どうでしたこの1年？まあ本当苦しかったのもありましたけど、はい、まあでもその復帰した時にあのパワーアップできるようにっていうその前向きな思いでずっとやってきたので、はい、全然なんていうんですかね、こう1年間前向きにずっとやってこれました。リハビリ中とは違った苦しみというか、そういうもん実戦始まればあると思うんですけど、そのあたりは。まあでもなんていうんですかね、試合に出て悩めるっていうのはあのすごい幸せなことだと思いますし、まあ、この世界試合に出ないと、はい、いけないと思うので、まあ、そこはあの自分でこういろいろ考えながら、はい、とにかく下を向かないように、はい、どんなに苦しくてもやっぱり、前向きに前向きにやっていきたいなと思います。一緒に喋ってもいいですか？あ、大丈夫です。イヤホンしてます。お前映んないようにしてるやん。楽しみの大きいっすね、うん、はい、しっかり結果を残せて戻れたので、はい、まあそうですね、今のチーム状況もありますし、やっぱりこうなんとか自分がこう雰囲気変えれるよう、はい、やれたらなと思います。点が取れないとか長打が少ないとかすごい言われてるので、それはこう自分もなんていうんですかね、チームがそうやって言われて悔しいって思いもありますし、はい、そこをなんとか変えれるように頑張りたいなと思います。
ドームでのバッティング練習、久しぶりどうですか？気持ちよくできました。おります。気持ちよくできました。はい。明日に向けて意気込みを。まあとにかく、やっぱ1年間こうやってきたこと、まあ、技術的なことを、まあ明日自信持って、はい、堂々と4番らしく、やりたいなと思います。20大好きです。まあ、ずっとですか？それか最近。僕オーディションから一応見てるんで、ね、はい、そんな感じですね。僕 TWICE がもともと好きで、で JYP じゃないですか。でそのなんていうんですか、事務所っていうかのオーディションだったんでずっと見てた。しかも日本人だけっていうあれだったんで、はい、見てたっていう。推しはまゆかちゃんです。見てるかもしれない見てないでしょ絶対、はい、なんかメッセージあったな。メッセージですか？あの12月もライブ行かせていただきました。とても楽しくてまた行きたいと思ったんで、はい、また行きます。中日ドラゴンズの石川貴也です。よろしくお願いします。売り込んだひどい。ありがとうございました。